勝田台駅南口駅名看板には、東洋高速鉄道も併記されている、T2 出入口 T3 出入口東洋勝田台駅は、千葉県八千代市カツ台北3丁目にある、東洋高速鉄道東洋高速線の駅である。駅番号は TR09。京成電鉄の勝田台駅とは、同一地点の別構内にある、乗り換え駅となっている。仮の駅名は、勝田台だった。 京成線の駅舎が改築されるまでの約1年間、東洋高速線は現在の A3 出入口近くに独立した駅出入り口を有し、階段は京成線の線路に対して直角に近い形となっていた。京成線のコンコースが地下化された後に撤去されたが、京成線側の改札口付近には通路後に設置された不自然な配置の壁が現在もその面影を見ることができる。 島式ホーム一面二線の地下駅。1997年3月30日に、京成電鉄本線の勝田台駅に地下通路で接続した。定期券売り場のスペースは、京成電鉄と共用であるが、入口から見て、左側が京成電鉄の窓口、右側が東洋高速鉄道の窓口である。当駅のほんの一部は、桜市に位置している。改札口は所あり、 京成線勝田台駅に近い南改札口が目立っていて利用客も多い。南改札口階段最寄りの号車は1号車、3号車であり、下り電車では村上駅発車5000等型に客が集中する。T2 出入口は南改札口、T1T3 出入口は北改札口が最寄りとなる。南改札口では2008年10月に パスもスイカ専用改札機が導入され、正面の改札がすべて IC カード対応となった。一方正面とは直角に4機の旧式改札が設置されていたが、2009年中に改札が撤去され、柵となった。北改札にはパスもスイカ専用改札機はないが3機、べてが IC カード対応である。もともとは4機設置されていたが、最終的に橋の1機が撤去された。 バリアフリー化に基づき、1号車端の階段に下りエスカレーターを設置し、2009年3月24日から共用が開始された。また2009年度中にエレベーターを設置する予定だったが、設置スペースの確保に難航したため当初より遅れて2010年4月5日、3号車付近の中央階段を閉鎖してエレベーター設置工事を開始し、 8月14日、始発より、供用開始した。設置スペースは、結果的に、中央階段の左側を削り、階段とエレベーターの一体型とすることとなった。2018年度の1日平均乗車人員は16,208人で、ある。近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通りである。勝田大駅や千代市と桜市の市境が、 t2 出入口付近に存在する。京成電鉄、京成本線の勝田台駅とは近接しており、乗り換えが可能となっている。東洋高速鉄道管轄の出入口のほか、京成電鉄管轄の出入口があり、合計6つ出入口がある。国道296号に最も近い t2 出入口以外はいずれも村上方にあるため、京成線本コースとは離れている。 京成電鉄管轄の出入り口に関しては、勝田台駅駅周辺を参照。1キロメートル圏内には、隣駅の村上駅がある。以下、最寄り駅は村上駅であるが、T1 出入口から約1キロメートル圏内の施設など、水穂銀行勝田台支店水穂銀行に隣接しているため、水穂銀行口とも呼ばれている。南側には、 国道296号が走り、京成電鉄、京成本線の勝田台駅、最寄り口となっている。フルルガーデン、八千代深夜帯は通行不能となっている。1キロメートル圏内には、隣駅の村上駅がある。以下、最寄り駅は村上駅であるが、T3 出入口から約1キロメートル圏内の施設など。ありがとうございます。